流のアイデアかける三流の実行力よりも三流のアイデアかける一流の実行力の方が成功できる時代なんですよね。アイデアとか情報とか秘密っていうものに価値っていうのはほとんどなくなってるんですよね。はい、白坂です。今回はスタートアップ上位20社、企業価値1兆円超えというテーマでやっていきたいと思います。まあ実際起業してですね、まあ未上場なんだけれども将来上場を目指している、まあ有望な企業、上位20社ですね、その企業の、まあ、株価かける発行株式総数をね、単純計算すると、まあ、20社で1兆円超えたという、まあそういうニュースですよね。まあ、てなると、まあ1社あたり平均で、まあ時価総額500億の価値があると。なので、まあ、今っていうね、この2019年っていう、時代っていうのは、まあ、歴史上最も起業しやすい時代ということですよね。もっと言うならば、何かやりたいことがあるというのであれば、最も簡単に資金調達をすることができる時代であるということです。まあ、全世界がお金が余ってると、ね。だからどこかに投資をしたいと。そうした時に、ね、何か有望な企業があるというのであればその企業の経営者は歴史上最も簡単に資金調達がしやすい、ね、世の中になっているということなんですよね。なのでもう簡単に、ね、1社の時価総額平均というのが500億ぐらいついたりするということです。まあ、ちなみにこの、ね、動画を撮っている時点で、まあ、有望ってされている、ね、産業というのが3つあって、まあ、つまり高い時価総額を、ね、評価として、ね、ついている企業というのは、まあ、例えば電子商取引、まあ、上場している企業で言えば例えば楽天だとかヤフーショッピングだとかアマゾンだとかですよね。もしくは例えばライザップとかっていうのももともとはね電子商取引っていうかネットですよね。ネットで、ね、健康関連の、ね、商品っていうのをね、販売してたっていうのがもともとライザップだったり、まあ、ZOZO だったりしてもそうですよね。もともとはネットで服を販売するっていうものですよね。でそういった、まあね、楽天だとかヤフーショッピングだとかアマゾンだとかもしくはね、一番最初の立ち上げ時期のライザップだとか ZOZO とか、まあ、そういったのっていうのは、まあ、電子商取引ですよね。まあ、e コマースって呼ばれてますけれども、ね、それっていうのは今現在2019年でもね、スタートアップ企業ではね、高い時価総額がつく傾向があると。まあ、つまり電子商取引っていうのは、まあ、世界の投資家からするとまだまだ全然伸びるというふうに期待されているということですよね。はい、AI 人工知能関連っていうのもね、すごく期待されているのでスタートアップで、ね高い時価総額がつく傾向があるということですよね。あとはファイナンス×テクノロジーということでフィンテックということで、まあ、具体的に言えば銀行とか証券機能を持っている科学技術ですよね。だからまあ銀行今までだったら銀行がやってた銀行業務を、ね、代わりに科学技術でやるとかもしくは証券会社がやっていた、ね、その証券業務っていうのを科学技術でほぼ自動化でやっていくというそういうね金融に関する科学技術ですよね。ファイナンスとテクノロジーでフィンテックっていうこういう分野っていうのも、ね、高い時価総額がついていると、まあ、つまり全世界の投資家からすると、まあ、これから伸びるっていうふうにまあ期待されているということですよね。まあ、こういった企業っていうのが、ね、何か資金調達をしようと思った時に、ね、高い株価で、ね、大きな資金っていうのを未上場なのに企業としてこれぐらいの価値があるっていうふうに、まあ、世界の投資家から、まあ、見られる傾向があるということですよね。で大事なのはね、まあ、実際私もね、なんかこうね、投資家ですとか、株式投資家ですとかって言って、なんかね、自己紹介で出したりするので、ね、投資してくださいとかっていうね、話がね、まあ、聞いたりするんですけど、まあ、ほぼ投資することないんですね、実際は。なんでかっていうと、ね、今の世の中っていうのは、これぐらいのアイデアって誰でも知ってるんですよね、はっきり言ってね。誰でも知ってるんですよ。電子商取引が伸びるんじゃないかとか、人工知能が伸びるんじゃないかとかね、フィンテックが伸びるんじゃないかって、思ってるわけですよね。つまりだからアイデアには価値がないんですよね。なので結局一流のアイデアかける三流の実行力よりも三流のアイデアかける一流の実行力の方が成功できる時代なんですよね。ね、だから、まあ、アイデアとか情報とか秘密っていうものに価値っていうのはほとんどなくなってるんですよね。何かとこう成功する人だけが知ってる特別な情報とか特別なアイデアっていうのは、まあ、ほとんどないんですよね。ほとんどっていうかもうゼロって言ってもいいんですよ、ね、だったら投資家の人っていうのは何を見てるかって言ったらその人がどんなアイデアを持ってるかじゃなくてどれくらい実行力がある人なのかっていうのを見てるわけですよね。だから
お金がないから起業できないんじゃなくて、ね、お金がなくても起業してる人を応援するんですよね、投資家っていうのはね。無料でできることっていっぱいあるわけですよ。で、お金がなかったとしても、自分は例えばパソコン1台持ってるとか、スマホ1台持ってるっていうんだったら、そのパソコン1台、スマホ1台でできることからやっていけばいいわけですよね。本当にね、限られた資源の中でも何かをやって、例えば試作品なら試作品を作るとか、実際試しに売ってみたら1個売れたとか、そういう実行力がね、どれだけあるかっていうのを実は投資家は見てるわけです。ね、だから01でお金っていうのはほとんどいらないわけですよ。今の大企業の人たちっていうのは、01の時点で大きなお金を持ってたから成功できたわけじゃなくて、1になったところまではお金をかけないで、実行力で作ってしまって、これを全世界に広めたいからっていうことで資金調達をするっていう感じなんですよね。じゃあ投資家が見てるのは何を見てるのかって言えば、アイデアがどれぐらい素晴らしいアイデアなのかっていうのを見てるんじゃなくて、その社長ってどれぐらい実行力があるのかっていうのを見てるわけです。ね。だから自分はね、今ここまでやりましたと。ここまでは自分たちの自力でやってるんですと。そしたらこれだけ売れたんですと。だけど、あとね、資金があれば、もっとこの商品サービスっていうのを全世界に広めていくことができるんで、だからうちの会社に投資してもらえませんかっていう話ですよね。そしたらその話っていうのはちゃんと実行力に伴ってて、あ、なるほど、ね、この人はここの段階までは自分たちで、ね、自力で持ってくることができてるんだと、ね、それはすごい、ね、素晴らしい実行力だなと、ね、そしてそれだけの、ね、お資金で、ね、それだけの資金で、ね、それだけの実績出してるんだったら、もしかしたらもっと大きな資金だったらもっと大きな、ね、結果が出せるかもしれないっていうことで、初めてお金っていうのを集めることができるわけですよね。なので基本的にはね、もうね、全世界 の投資家が本当に有望な商品サービス、そしてそれを、ね、提供できる社長っていうのを、まあ、みんなが一生懸命探してる時代だし、そういう本当にね、すごい社長がいるっていうんだったら、すぐやっぱりこれぐらいのお金っていうのは集まる可能性がある、世の中にはなってるということですよね。あとはじゃあ本当にそれだけの実行力を自分がね、実際にやることができるかということですよね。今っていうね、時代っていうのはもう歴史上最も起業しやすい時代であり、最もお金を集めやすい時代ではあるけれども、しかし実際その集めやすいお金を集めやすい時代だったとしても、その人の実行力っていうのが常に投資家から見られているということです。投資家はね、応援したい人っていうのはね、アイデアを持ってる人ではなくて実行力を持ってる人を応援するということですよね。夢があって実行力がある人であれば、投資家からのお金が集まってくると。結果的にはわずか20社で、ね、1兆円と、ね、1社当たり500億っていう時価総額が簡単につく時代になってきてるんだというお話です。もし今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガまたは LINE のご登録をいただいた場合は4つの無料教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にご登録ください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。